皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。それでは今回もウィル2020やっていこうと思います。まあ今回はオンラインマッチをやっていくんですけど、今回使っていくスカットが新生リバプールスカートですね。見てください、このクラブセレクションで来てくれた南野選手をレベマにしまして、でこの南野選手を加えての新生リバプールスカットですね、やってみようと思います。ちょっとね、前回のリバプールスカットの試合も良ければ、まだ見てないって方いらっしゃったら、よかったら見てください。ということでオンラインマッチやっていきましょう。マッチングするまでかと。はい、ということでマッチングしましたね。お、レープが一緒だ、506ということで一緒ですね。頑張っていきましょう。わ、お相手5連敗目か。私もね、2連敗目なんでちょっと負けられないですね。しかもこの試合落ちたら、負けたらさ、負けた方が500落ちちゃうじゃん。ちょっと劇的すぎるなってことなんですけど、ちょっと500落ちるかどうかの試合、このリバプールスカットにかけていきたいと思います。まあね、この中盤の2人はヘンダーソン、南野入れてます。あとチェンバレンがね、後半入れるかなって感じだな。まあチェンバレンのプレイスタイルはチャンスメーカーなので、 CMF どっちかと変えようと思います。まあオリギも後半入れようかな。フィルミノが絶好調、いいですね。ミルナも後半入れたい。ワイナルドムも入れたいけど、ちょっと不調なので、まあ試合によって考えようと思います。でこのファンダイクもね、昨日当たったファンダイクです。ということでやっていきましょうか。お相手のチーム、吉田選手も堂安選手も南野選手もいらっしゃいますね。日本人が比較的多いのかな、お相手の選手。やっていこうと思います。よろしくお願いします。それでは、キックオフ。はい、ということで始まりましたね。試合が始まりました。まあね、中盤の南野の使用感としましては、昨日配信で散々散々言ったんだけど、まあ2列目からの飛び出しということで結構上がってくれると。しかもね、レベマにしたら、あ、そうだ、レベマの数値もちょっとお見せしなかったですね。そう、レベマの数値が、スピシュンがね、めちゃめちゃ速くなってくれたのと、ドリブルが高くなってくれたのが結構いいですね。まあ2列目からの飛び出し上がってくれるので、スピシュンが高いのは嬉しいし、オファールしちゃった、ごめんなさい。結構使いやすいって感じかな、使用感としては。だいぶ薄っぺらい使用感だが、まあアーノルド、イエロー出ちゃった、ごめんなさい。うーん、まいなこれ、マニキュしてたら多分取れてなかったな。アリソンが取ってくれましたが、ナイスアリソン。お相手もね、ナイスマネ、いいよ、いった。ノーファー、くっそー、今のめっちゃいいパスだったな。誰からのパスだった、もしかして南野、うーん、ヘンダーソン、ファンダイク、クラブセレクションのファンダイク結構使いやす、やっべー、あぶねー。アリソン、ナイス。いやー、 MVP アリソンワンチャンあるぞ。ちょっとね、今までずっと2トップを使ってて、今回久々に3トップ使うんで、ちょっと不慣れのところもあると思うんですが、ご了承ください。ナイスファンダイク、いいですね。そんな飛ばすか、フィルミノ。 OK、 まあいいや、通ったからいいでしょう。わー、欲しい。いやー、今のフライスルーパスでマネに出したかったですね。結構空いてたので残念。さあやっていきましょう。ママ前棒からもスタートなんで、3トップがね、マジで久々すぎてちょっと難しい。2トップで慣れてたらやっぱり攻め方が違いますね、3トップと2トップは。今回ポジションじゃないわ、監督もね、一応クロップにしたので3トップになりましたが、今までずっとシメオネ使ってたのでね、全然違いますね。まあ今のは入らないでしょうと。アリソンからの南野、めっちゃいい。マネがめっちゃ良かった。まだいいかな、マネ。いいよ。マネいいよ。からのフィルミノ、からのサラ、めっちゃいいサラ。コンカー、ナイス、ありがとう。コンカできてるかな、今。できてたのかな。まあまあ、サラーが入れてくれました。ナイスですね。ありがたい。やったね。やばい、攻められる。ちょっと待ってくれ。まあね、南野選手使ってみた感じ、やっぱりいいところにいてくれるなって感じだね。夏芝はね、上がってくれる選手が結構使いやすいので、そう思うと、やっぱ2列目からの飛び出しは夏芝的には使いやすいなと思います。カウンターが好きな人は使いやすいかもなーって感じだね。あぶね、アリソン、マジでマジで MVP じゃないか、ワンちゃん。これは
あー、フィルミノめっちゃいいね。いやー、でもフィルミノはね、やっぱり足がちょっと遅いんだよな。なるほどなるほど。まあね、スリートップフィルミノも久々に使うし、スリートップも久々に使うので、ちょっと慎重にやっていきたいですね。ナミノで行ってみよう。プレス全然ナミノ使いにくくないな。マジで数値レベマにする回というか、レベマにするだけのことはありますね。南野選手結構使いやすいですね。いや、ちょっと今のミスったけど、取れそう取れそう、取れない、くそ。まあ守備に行きましょう。守備にやばい、振られてるぞ。ナイス、ファンダイクいいとこいる。ちょっと怖かったけど大丈夫と。ファビーニョ、うわ、前半終わりましたね。後半やっていきましょう。まあサラーがね、結構いいシュート打ってくれたのが嬉しいけど、シュート1なので、ちょっともうちょっとシュート打てるように頑張りたいと思います。お願いします。ここから攻められるとちょっときつい。まあファンダイクは取ってくれるな。南野いいよ、フィルミーノいいよ、フィルミーノ、マネ、いやー出せないか。ちょっとパス前の止まったのがちょっともったいなかったな。ヘンダーソンで行こう。お相手は誰だこれは。見る時間、見る暇がなかった。フィルミのサラ、ちょっと早かったか、パス出すの残念。ちょっと焦ってるかな、前に前に行きすぎだな。ちょっともうちょっとショートパスを増やしていこうと思います。いいね、サラ、フィルミの行ってくれる。フィルミのマネに出そう。マネに出すからのフィルミのからのシュート打ってみよう。くそー、まあ来るよなプレス。そうだよね、残念。南のいいですね、ナイス。南のパスがうまい。やっぱりテレマにしたらね、相当高く、ノーファー、ノーファーじゃない、ノーオフ。ヒルミのくー今のは入れような。ちしばくっそー、アーノルドに蹴ってもらう。ラッシュで変えてもいいな。そろそろお相手あげてますね、怖い。フィルミノ、くそー、惜しいな。サラ、出ちゃうかな、出ない、ラッキー。ここで取られた、オッケー。取られたら終わりって言おうとしたら、ナイボンになってくれた。あ、相手ボールだった。くー、変えたいぞ、選手。ちょっとね、オリキを使ってみようかなと。フィルミノが絶好調なんで、ナイス。ヘンダーソンいいよ。サラ、いいですね。からのマネ、いいよ。誰もいない、やばい。くそー、いいよ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 、なんかバグってたな今。サラ、くー、今のは決めてくれな。ちはとっさにコンカが打てなかったぞ。ロバートさんで通り過ぎてしまった。ちょっとこれはまずい、まずいですね。オッケーからのフィルミノ、くー、くそーなんか空回りしてるな。ちょっとそろそろ変えたいな。でもフィルミノ結構いい動きしてくれますね。やばい、ちょっともったいないことをしそうになっている。オフサイドか、ファール、ラッキー。ということで変えていこうと思います。まあアーノルドがイエローなので、ちょっとこれは気をつけつつ、フィルミノをオリギに変えてみようかな。どうしよう、いやでもフィルミノ調子いいからな。いやでもやっぱりオリギに変えてみましょう。あとはチェンバレンだね。チェンバレンをどっちと変えようかな。南のヘンダーソン絶好調か。で、南野の2列目からの取り合わせはやっぱ欲しいな。ヘンダーソンとちょっと変えてみましょう。あとはちょっとイエローが怖いので、アーノルドとゴメスを変えてセンターバックでやっていこうと思います。これでいいかな。よし、これでやっていきましょう。お願いします。はい、ということでここでラッシュで行きたいんですけど、ロバートさんに蹴ってもらいましょう。ラッシュ。この辺。いや、ちょっと強かったか？いいんじゃない？オリギー、ナイス、オリギー、いや、いいですね。ラッシュが綺麗に決まった。ありがてー、ここで抜けてくれたのは。いいね、いいシュート打つ、オリギー。いや、フィルミノと変えてよかったかもしれない。ナイス、オリギー、ありがとうございます。2点入れれましたね。70分、お相手ちょっと固まってしまったぞ。お相手ね、1個上げてるので、どうしよう。70分後半になったら、私も下げようかな。チェンバレン取れる。サラー、抜ける。サラ取れるよ。サラ取れる。サラ取れる。いけた。さすがサラ。いいね。オリギー。マネ。ちょっとごたついたか。ここで、わあ、うまいな。
なんだ今の来るっていうのは。サラ取れそう、取れないと。サラ早いなやっぱり。いやーやばい、これはまずいぞ。オッケー、アリソンナイス。いやアリソンいいですね。ちょっと78分なので1個下げましょう。これはどうする。いいね、南野のシュートが見たいぞ。ただちょっときついので変えましょうと。まあね、なんか謎パスをしてしまった。くぅ、南野のシュートが見たい。ただ中盤なのでなかなかシュートが打てないなぁ。南野のコンカとかちょっと見てみたいんだけどね。パスを出しの、うわぁやばいなこれは。オリギーナイス。いやいいですねオリギー。87分、ちょっと脳失点でいきたい。いやーファビーニョからの、ちょっとねマジで南野にパスを出して、なんとか南野にシュートを打たせてみたいんだが、オフサイドラッキー。ここで出してみて、ここで出してみて、ちょっとやばいか。いいでしょう。やばい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 。オッケーラッキー。2分、ワンチャンあるぞ南野。行ってみよう。マネ、いやー取られたか。くそやった。なんかちょっとやばい。ここで失点したら最悪だな。守備集中。え、やばい。それはやばいって。マーティプーナイス。オッケー終わりましたね。残念ながら南野でシュートは打てなかったんだけど、サラとオリギが素晴らしいシュートをしてくれました。ということでですね、まあ勝利できました。使用感としては何回も言ったけど、やっぱ2列目からの飛び出しめちゃめちゃ強いです。めっちゃ強い黒の選手って感じですね、南野選手。なのでぜひレベマにして南野選手皆さんにも使ってみてほしいです。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。いや新生リバプールスカットめちゃめちゃ楽しい、ていうかリバプールスカットが楽しいですね。はい、ということで終わります。それでは終わります。それではまたね。